さあ、おのこに着きましたよ。おのこですよ。うわ、平船をやってる人がいますね、今日は。今始めましたか。うわー、どこでやろうかな。降りるとこがないですね。うん、こないだそこで降りました。うわ、釣れそうな雰囲気ですね。新しい竿で、新しい竿を買ったみたいですよ、どうやら。ネットでヘラ竿を釣る気満々ですね、あれ。林さんです。うわー、これどこに降りようかな。うわ、蚊がおる、蚊が。くっそ、蚊が目に入ってくる。降りるところがないな、これ。いやー、うん、タモがないとね。大きいタモ買いましたね。どんだけでかいんですか、それ。でも、タタン状態は使えませんよ。そうそう、いや、いきなり来ますよ、いきなりドーン。前の時はいきなり釣れたっけ、ここで。うん、一発目がヘラやったっけ。油断はできませんよ。そうか、全部そうか、はい、やっぱそうです。でっかいタモですね、そりゃ。ぶちでかい、そのタモ。初めて見た、そんなでかいタモ。あ、開くんじゃ。これ、このサイズ。ああ、そうなっちゃうんか。はい。大事ですよ。ええですね。それは何もしましたか。それもネットで買ったんですか。そうそう、ネットで買った。あ、それ高いですね、多分。5000。伸びるんですか。分からん、ね、初めて出す。ファンキーなのも竿が金で、竿が金でね、ファンキーです。それでは僕もこっち側でやろうかな。うわー、ちょっと雨降らないですよね。どこでやろうかな。はい、お、いいやないですか。船でもでかいよ。お、やったやった。お、イメージ通り。イメージ通りや。お、まあ、普通のナチュラル船ですね。でもいいやないですか。やったよ。うん、やりますね。やっぱ竿や。竿が、竿がいい。うわ、いいわ。濃いじゃないですよね。色が濃いっぽいけど。濃いけど違うね。濃いじゃないね。ひげはない。あ、いいのが出ましたね。出ましたね。やりましたよ。いきなり。2戦目で。2戦目で。あ、これは、あれやね。足立くんを超えるね。下37センチ。わ、隣で林さんが悔しがってますよ。クソって言うてますよ、クソって。絶対釣っちゃるって言うてます。多分釣れると思います。今チャンスです。
12.5 が出ましたよ。42.5 が出ましたよ。アイスさんのおかげで福の神。まだある。まだありますよ。今がゴールデン。夢はマブナです。ダメですね。今日ヘラが出ません。お、やりましたね。お、なんかヘラっぽいですよ。タモは出ないんですか。タモはいらないでしょ。ヘラないやろ。微妙な微妙なやろ。あ、出た。ほらほらタモで宣言。今のはヘラがなかったような気がするよ。わからんですよ。ハンベラやったかも。ハンベラみたいな感じだったね。かもしれないです。今日は船祭り、マブナ祭りみたいですが、頑張ってます。もうちょっとで日が暮れますよ。秒読みです。あと2頭。ブラになるまでやりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれさんも2枚取れたっけ。1個逃がしたっすね。あれはヘラやった。間違いなく。次は取りますよ。次は取りますね。だと足立くんで3人でいきましょう。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。